皆さんとおしゃべりタイムの時間です。えー、やよいさん、こんにちは、どうもです。カブさん、何の料理を作ったんですかこの前、お寿司がおいしそうだったので、早速、サーモンのお寿司食べました。いいですね。もうサーモンはいろんな種類がありますが炙りサーモンとか、あのー、なんか、上になんか茶色いやつが乗ってるサーモンとか、いろんなのがありまして、日本いいなって思うんですけど、 あのこの時ね、僕は何の料理ということなんですけど、これはね、スパゲッティですね。で、スープスパゲッティにしました。ごめんなさい、あの、その時の料理、写真撮ってなかったんで、えー、頭ちょっとそこは回ってなかったですね。うん、今度、料理できなかったのを撮影しておきますね。うん、あれは、えっ、ー、と、豚肉と、えー、ズッキーニによるスープスパゲッティでしたね。はい。えー、美輪さん。 どうもです。よろしくです。おはようございます。えー、バリウム大変ですよ。うん。炭酸ショワショワは、下流入りみたいな、少しずつリズムよく、ゆっくり一気に飲むの,飲むのがコツかなということですね。すると、すぐに、すぐ、次が問題のコップ、いっぱい入っているバリウムちゃん、えー。白い、少し濃厚なヨーグルトの固めみたいな感じで、味は私はいつもヨーグルト味しか。 一気に飲んでくださいね。何回も言われながら、頑張って励まされながら。そんなにバリウムって辛いんですねあの量。量的にはどれくらいあるんですかね。うん。あの、僕はちょっともう勘弁してほしいっていう感じですね。で、少しでもゲップしたら、えやり直しらしいから、絶対に失敗したらやばい、もう大変ですよということですね。 いつかいつもより明らかに量が多い時があり、え、これ全部ですかはい、全部一気に頑張って、皆さん同じ量ですよと言われて、まあ、結構あるんですね。ってことは、うん。なんか、そんなに悪いと、か体にかなり悪いそうな気がするんですけど、私のペースが遅いからか、少しおまけしてくれたことも、ということですね。お,おまけって <laughs>、おまけってやめてほしいですね。 うん、えっ、ー、と、あ、おまけって少し量減らしてくれたってことですかね。うん。それからがまた、第二のり手すりを両手にしっかり握ってくださいね。はい。えっ、ー、とすり、すると、まるで宇宙飛行士、回転したり、逆さま逆さまつり、脳みそに違う違う、たわりそうっていうことですね。うん。もう違う、違うっていう感じでしたか、ね、はい。そのまま3回転して、トリプルかな トリプルアクセルはいらないかなっていう。え、待って、これ何バリウム飲んで逆さまにさせられるっていうことですかえ、ちょっと待って。え、何これ病院でフィギュアスケートしてるやつですね、これ。え何回もぐるぐるストップ。な斜めがありレントゲン。レントゲンみたいな。胃を膨らませ、何かないか見ているみたいです。ああ、そういうことだったんですね。なるほど。え今年はなぜか宇宙飛行士が 長かったなっていうねことらしいですね。うん。だから結構な検査ですね、これは。やっと、はい、大丈夫みたいですよ。終わった。もう血は取られるし、逆さまにはなるわで、朝から大変っていうねことですね。うん。空腹だし、必ず水を3杯くらい飲みますよ。えー、下剤も念のため多めに。かぶさんも体験したら大変。嫌ですね、これ、ワリウム検査って。うん。もっと楽にできないでしょうか しかも仕事中に朝から順番にで仕事が大変。朝から鬼語に,にしました。伝わったかなうん。では仕事に行ってきます。でもこの時は仕事休みにしたいですね。うん。ま、それだけ大変な検査だとは思います。うん。なんか胃カメラよりも大変って言ってる人いたんで、なんか胃カメラやもうかなり大変な気がするんで、どっちもしたくないですね。あの、の飲むタイプの えー、イカベラってありますね。カ,カプセルみたいなやつ。あれはいい気がするんですけどね、僕ね。うん。えー、レモンミカンさん、おはようございます。えー、神奈川は秋晴れ。秋晴れ、いいですね。ベルギーのスーパーはポテチの種類が多いですね。よく食べるんですね。うん。ワインもこんなに。そうですね。まあ僕はね、ほとんど食べないですが、昨日は買っちゃいましたね。あ、一昨日かな。うん。あのー、 そうですねベルギー人はポテチ大好きだしうんぷくぷく太っちゃいますけど日本ではスーパーにワインの種類は多くないですあなるほどよく飲むのですねうん EU 内だから金額も高くないのではあ今度ね金額についても今度詳しく、あのー、見てお話し,しっていうかね紹介したいと思いますねうんカブくんマッシュルームで何を作るのかなうん、あのー、これはマッシュルーム とかを入れた、えー、スープスパゲッティでございましたねえー、最近日本は円安で魚介類が高くなっていますえー、中国などに買い分けてえー、数が少ないみたいですそしてロシアのハッカーが東京ベトロを狙うとかということですねえー、っとそうらしいなんですけどもちょっと危ないですね うん、わざわざ宣戦布告をしてきました。本当かフェイクか、なんでそんなことを、東京ベトロの弱点を探るんでしょうか。テロリズムですね。うん。どうせ反撃しないと甘く見られてますね。まあ確かに。うん。あの、誰か言ってましたけど、民主主義への攻撃ですね、これはね、本当ね。そう思いますよ、僕は。うん。民主主義に対する挑戦であり。うん。誠に許せませんね、本当 はい誰かなんかな、なんかね、言ってた、こういうこと言ってた気がしますね、いつか。忘れましたけどね。うん。えー、あ部陽子さん、どうもです。かぶくん、おはよう。やはり、ベルギーと日本のスーパー、全然違いますね。うん。ワイン、ポテトチップス、多すぎ。あと、日本の日清の枝豆が売っているので、これはびっくりです。そうですね、僕もちょこちょこ見てたんですが、あれは日本製ですよね、明らかにね。うん。 ベルギーチョコも楽しみにしています。うん、チョコレート入り場を今度紹介したいと思いますね。で、あるものがたくさんあるんですよ。うん。本当にね。それをちょっとね、紹介しますね、今度。うん。え、ゆいのえや,やさん、どうもです。ありがとうございます。かぶさん、ベルギーのスーパーはこんな感じなんですね。うん。日本もお菓子大国だと思うんですけど、ベルギーも結構ありますね。 うん、あの個人的にはベルギーの方がお菓子かなりあ,のおありますね。あるんだけどすべての味が大味大味でなんかちょっと,ちょちょっとこう下品な感じがするっていう感じかな。うん、あの日本の方が繊細ですね。抹茶チョコレートとか、うん、そういう感じちょっと苦味があるお菓子があったりとかしますけどベルギーは何せ砂糖が本当に多い。うん もう砂糖だけで構成されてるんじゃないかと思うぐらい。うんまあ、日本もまあ多分砂糖いっぱい入れてますけど、うん、ベルギーのお菓子の感じとか、添加物の感じ、ちょっと、まあ、添加物分か,りません分かりませんけどね。うん、で、プリングルーズはサワークリームオニ、オニオン味が好きですということですが、プリングルーズっていうのは僕はちょっと知らないですね。うん、なんだろう、これは。で、じゃがいもなんですね、これは多分ね。 あと、日本の枝豆が売っていましたね。私はお酒の、えー、お酒は飲まないけど、枝豆は好きです。また楽しみにしています。ドーナツということで。うん。そうですね。あの、枝豆、美味しいですよね。うん。あの、食べると止まんなくなっちゃいますね。うん。えー、マリン様、どうもありがとうございます。イギリス、エリザベス女王が成長されました。えー イギリス国民と共に生きられた。アメリカでは大統領よりエリザベス女王の方がすごい人気でした。ご冥福をお祈りします。ということですね。あの彼女はとてもベルビーでしたね。ベルビーって美しい人生。うん、僕はそう思いますよ、彼女は。うん、あのとても愛にあふれた絵うし、ん、地球の波長を、ね、感じて。 何て言うんでしょうかね。そういう,こうものを大事にして生きてこられたかなと思いますね。なので、この方が亡くなられてしまったっていうのは、昨日も、えー、コメントありましたけど、一大きな時代の終わりというか、うん、何か終わったかなと思います、うんあの。平和な感じにも僕は見て取れましたんで、まあ、これは友達も言ってましたね。うん、彼女が亡くなったことが、やはりそのなんて一つの時代を大きく変えたと。 いうようよな感じでしたけど、うん、そして、ゆいのややさん、どうもです。かぶさん、今日は暑い、あ今日は暑いんですね。うん。あの、き割れっていうふうな感じもありましたけど、どうなんでしょうかね。かぶさんの言った天国は、知る人と知る穴場スポットなんですそ,そうなんです。意外とね、入り口付近がね、分かりづらいんですよね。ガチョウは、ガチョウっていう名前が、もう柄悪そうな感じですね。うん 近くにこんな場所が欲し何で,でガチョウって言うんですかねガチョウってなんか、うん。なんか、ガの蝶みたいな感じがしますけど。うん。あの、昔、あの、ガチョウがですね、小学校にいて、コブがあったんですよね。だから名前がね、コブエモンっていう名前でしたね。うん。なんかすごい大事にされてましたね。はい。という感じです。 はい、えー、それでは皆さんとお話タイムこれで終わりにしていきたいと思います。えー、続きましてフィギュアスケートの話まとめていきますのでよろしくお願いします。